リサイズサイエンティストっていうのは、どちらかというと、あの、自分の興味と、それから、それが、その興味が役に立って問題解決ができるっていうところの、その、バランス感覚を自分で決めることができるのが一つ非常に大きな強みなんですね。問題を自分で決めて、で、それが非常に大事だっていうことをアピールするという、なん、 自分から考えて自分でアピールし自分で解いてそれをあの示していくっていう一つ完結できるような仕事ができるっていうのが非常にあの魅力的だと思いますそこをあの皆さんに分かっていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますね